どうも、7月です。今日はチンゲン菜とちくわの中華風炒めをご紹介したいと思います。さっと炒めるだけですので、チンゲン菜はね、火が通りやすいのでさっと炒めるだけでできるので、とっても簡単ですのでおすすめです。まずチンゲン菜は食べやすい大きさに切って、きます。でちくわも食べやすい大きさに切ってください。フライパンにごま油小さじ1を入れます。よくこうやってね、まんべんなく伸ばしてください。でそれから切ったチンゲン菜、ちくわ入れてさっと炒めます。もうある程度炒まったら調味料を入れていきます。中華スープの素小さじ1、醤油小さじ1、にんにくチューブを4センチ程度ですね。それから塩コショウを各少々入れてください。今回ちょっとコショウを入れすぎてしまいました。調味料を入れたらまたさっと炒めます。でチンゲン菜火が通りやすいので、もうほんと調味料入れて 1,2 分炒めれば完成です。とっても早いですよね。あと一品欲しいなっていう時にとっても便利なおかずです。ぜひ皆さんもお試しください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。